花咲舞が黙ってないで花咲舞、あんと共演中の鳴宮博志貴の男気が半端なくあの噂が彼女と結婚家族構成に弟は大学院鳴宮博志貴さんはあんず演じる花咲舞が臨展業務の たために訪れた田支店で勤務する。少し暑くてまっすぐな性格の銀行員役で熱演第2話から準レギュラーとして登場するそんな鳴宮博士さんですが今でも鳴宮博士隆同性愛者ではないかという噂もありますこれは鳴宮さんが芸能界にデビューする前に 新宿2丁目で働いていたということにつながっています。実は、この2丁目でバイトしていたという点については、みやさんに所属事務所も認めていることで、本人も雑誌のインタビューで、2丁目で遊んでいたのもいい経験。隠そうとは思いません。とカミングアウトしていますし、所属事務所は新宿2丁目で働いていたことを認めた上で、 場所柄男性を相手にすることもあっただろうがミ宮が同性愛者だということはないとコメントしていますではなぜ同性愛者でもないのに2丁目で働く必要があったのかというとミ宮さんの複雑な家庭環境がきっかけとなっていたようですというのもミ宮さんの両親は彼が幼い頃に離婚 母親が子供たちを引き取り生活は苦しいながらも女で一つでみやさんと弟を育てていたそうですしかしみやさんが中学2年生の時に身体の弱かった母親は亡くなり兄弟は祖母に引き取られることに祖母に引き取られても金銭的に厳しく食べていくのもやっとの日々 高校進学を諦めた成宮さんは中学を卒業すると祖母と弟を養うために中卒で働く決心をします中学を卒業した後は土木関係や引っ越し屋といった体を張ったバイトをしながら生活費を稼いでしましたしかしまだ15歳好き勝手にやっている友人らを横目に何で自分だけと葛藤する日もありそして とうとう我慢の限界を超えた鳴宮さんは弟を置いて家を飛び出してしまいますお金も底をつき途方に暮れていたところにたまたま見つけたのが住み込みの求人広告これが2丁目の求人広告でこのことをきっかけに2丁目デビューもともとイケメンでルックスも良かったためお店ではかなりの人気だったそうですそして 余裕が出てくると気になるのが家族のこと弟がどうしているか心配になったミヤさんは一旦家に戻ると当時小学生だった弟さんは兄に捨てられたと思い込み毎日泣き暮らしていたそうですそんな状況にミヤさんはこんなことではいけないと反省し祖母と弟は自分が守ると改めて決心そして 弟を立派に育てると決めた成宮さんは働きながら弟のお弁当を作ったりとサポート結果として4歳年下の弟さんは大学院まで進み現在は結婚されているという情報も子供1人を大学に入れるまでの学費は少なくとも1000万以上はかかりますそれを4歳しか変わらない兄が捻出するというのは 並大抵の努力ではでではきないことです。そんな頑張るミヤさんに転機が起きたのは18歳の時2丁目で働いている時に出会った片瀬里乃さんに芸能界入りを勧められたことで人生が変わります宮本モ門さんに紹介されたミヤさんはそこで才能を見抜かれ舞台デビューその後も数多くの映画にドラマ舞台にと出演しています シンデレラガールならぬシンデレラ合意ミヤさんの場合は実際にどこかで神様が見ていたのかもしれませんね32歳と大人の魅力を感じさせる年齢に突入しているナルミヤさんそろそろ熱愛や結婚の噂があってもいい時期だと思いますので今までのナルミヤさんの恋愛についての噂を調べてみました過去 成宮さんと噂になったお相手に木村カエラさん山田優さん前田敦子さんのお名前が挙がっていました木村カエラさんについては2人で一緒に撮ったプリクラが流出したために噂ではなく実際に付き合っていたのではないかと言われています木村カエラさん山田優さんはともにすでに別の方と結婚し今ではお子さんもいるお母さんになっていますが 前田敦子さんについても別の方との熱愛が発覚しているので交際に発展するということはなかったようですなるみやさんの現在の恋愛事情がどうなっているのかも気になるところですが最近は一般人の女性とお付き合いをされているのではないかと言われています気になるお相手の女性ですが一般人のため詳細は明らかになっていませんがネット上では 一緒にいた女性がお金持ちのお嬢さん風で韓国での目撃情報も出ているために在日韓国人ではないかというような噂も生じていました年齢的にはそろそろ結婚してもおかしくないとは思いますが家族のためにずっと頑張ってきた鳴宮さんには幸せになってほしいなと思いますね <music>